マジでさ、この間の飲み会、本当にカオスだったの。もう俺が大学に入ってからで、ぶっちぎりで一番カオスな飲み会だったの。あんなカオスな飲み会あるんだってマジでびっくりして。っていうのが、飲み会に参加する10人全員が19時ジャストに着いたの。別に誰も早くも来ないし、遅くも来なくて。全員がジャスト。そして最初のファーストドリンク、10人全員が生ビール。別にその、あ、ごめん、俺ビール無理だからちょっとごめん、レモンサワーとかもなければ、あ、やっぱ俺今日ワインかなもなければ、全員が生ビールで揃い、その後も注文するものが揃う。21時で全員が帰った。ものすごいカオスな飲み会だった。思わない。こんなカオスな飲み会ある。いや、これカオスだろ。いや、だから、確かにカオスというのはもともと秩序がない様という意味だが、飲み会はもともと秩序がないものであるため、ここまで秩序だったら飲み会というのはカオスと言って差し支えない。よってカオスである。だよ。わかれよ。そういうことだよ。だからカオスの反対語はどうやらノモスというらしいんだけれども、あの飲み会はノモスゆえにカオスなんだよ。分かれよ。なんで伝わんないんだよ。あんなに秩序がある飲み会はノモスゆえにカオスって。分かれよ。あ、まあでも分からなくても無理はないか。あの飲み会に参加した10人はあの日ノモスゆえにカオスを経験した結果、全員がコスモスへと開かれ、頭が良くなったんだよ。